修理が終わってボディもピカピカだね。いや今日はボディの話をするつもりはないんだよね。そうなの？だってボディの色は関係ないからさ、大事なのは役に立つ仕事をすることだからね。それ誰に言われたの？誰って君にじゃないか、トーマス。夢の中でさ。だけどさ、このピッカピカの赤いボディだけはどうやっても隠せないんだよね。